ございます。 J ブラストチャンネルのあるちゃんです。今日は2月じゃない、3月1日ん3月1日や。はい、というわけで今日はね、ちょっともう最近暴飲暴食しまくってて、またお腹すごいことになってるんで、今日はこのプランクのアプリを入れたんで、これを今度から毎日撮影外でも土日とかね撮影してなかったりとか、撮影してない日もこのプランクを毎日やっていくようにします。でプランクプラスここのジムで例えば背筋のトレーニングとか、そういったことをしていきたいなと思います。まずは今日はこのプランク初級編をまずは一つやっていきたいと思います。
めちゃめちゃ初級編の1日目なんでね、めっちゃ簡単ですけど、ちょっとこんな感じで少しずつねやっていきたいと思います。今日は腕と背筋、腕肩ですかねをやっていきたいと思います。
もう痛い。
今日は、プランク、そして腕、あと最後に背筋のトレーニングをしました。上半身ですね。このね、このマシーンなんですけど、このバーをこれ下げてくる、この部分、この部分がこうくるくるって回って、このリールが回ってこう落ちてくる感じなんですけど、ここの部分からめっちゃネジとか多分その金属的なのがこう毎回擦れるたびに削れて、すごいキラキラってしたものが落ちてくるんですよ。これってどうしたら止まるんやろ。 CRC とか振っといたらいいんかな、オイルさしといた方がいいんかな。もうすごいね、私の体がもうなんかラメまみれみたいな、あ、ちょっと見えへんな。この辺とかにね、こうやってキラキラって、わかります？この辺キラキラキラってなんかね、すごいこれ嫌なんですよねどうにかならへんのかな。なんかあれ僕気になって、いつもだからこう背筋し終わった後によくこうパッパッパッみたいな、バサバサみたいなことしてるんですけど、それはなんかこの辺にねめっちゃ落ちちゃうんですよ。この辺も手もなんかすごいキラキラしちゃってるし、なんかねこれどうにかしたいなって思ってるんですけど、今度ちょっとオイルさしてみようかな。でもなんかオイルさして次オイルボタボタ落ちてきたら嫌やなとか思って、まあでもそんななかなかにしんかったらいけるかな。ちょっと対策してみようと思います。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。